はい、こんにちは、ショーブイヤルチャンネルです。今回は新しいオキュラスクエスト2が発売されたということで解説していきたいと思います。初代のオキュラスクエストと比較してどう違うのかとか、どういう人が買うべきかなどを順を追って説明します。このチャンネルは今年に入って本業がかなり忙しくなってしまって更新できなかったんですけど、ようやく落ち着いて動画を上げれるようになったんで、今回だけでなくても今後もオキュラスクエスト2に関する情報を上げていくんで、チャンネル登録しておいてください。オキュラスクエスト2の発売日は10月13日です。値段の方はかなり安くて、容量 64GB で 37,180円です。初代は 49,800円だったんで、かなり安くなったなという印象です。 256GB の方は 49,280円となってます。初代は 64GB と 128GB だったんですけど、新型は 64GB と 256GB になりました。自分は初代で 128GB を買ったんですけど、まあ、そこまで使うこともなくて 64GB で十分だったかなと思います。ゲーム1本の容量でもでかくても 3GB ぐらいなんで、普通にゲームする分には 64GB で十分だと思います。ただ友人で 128GB でも足りないって人がいて、いやどんな使い方してんのかなと思って聞いてみたら、やっぱりね AV でした。AV だとね、1本の作品ダウンロードするのに 10GB ぐらいかかっちゃうんですよ。しかもゲームみたいに毎日同じの見ないじゃないですか。だからいちいちダウンロードして消してっていうのが面倒だって人は 256GB 買ってバンバンダウンロードしていろんな作品見ればいいと思います。はい、じゃあね、購入方法なんですけど、初代で購入できてた公式スターと Amazon 以外にもビッグカメラとかヨドバシとかヤマダ電機、ツクモ、ゲオでも購入することができます。店頭でも体験コーナーを設置するようなんで、より多くの人が購入できる環境になりました。初代が売り出された時の動きとはちょっと違うんで、どうやらオキュラスクエスト本格的に日本に展開していくようです。実際日本語対応のゲームの公開も決まっていたり、日本には他国と異なったマーケティングの仕方をしていくようです。予約はすでに開始されていますが、品薄の心配はなさそうです。初代は想像以上に人気すぎたようで、常に品薄の状態が続いて Amazon で常に定価超えで販売されていました。どうやらその品薄を解消するために生産ラインに投資をして生産量増やすという選択肢もあったようなんですけど、それをせずに代わりに次の新型の生産量、つまりオキュラスクエスト2の生産量を増やすことを選択したようです。その成果もあって新型の予定出荷台数は200万台になっているようです。2019年の初代の販売台数は70万5000台なので、新型が品薄になることはなかなかなさそうです。次にヘッドセットの性能についてはハード面とソフト面に分けて説明していきます。ではハード面です。初代の外側は布みたいな素材で覆われていたんですけど、新型は全面プラスチックになるようです。ちょっと安っぽく見えそうなんですけど、まあ、値段を下げるためには仕方ないかなと思います。色は黒から白になりました。実は白ではなくてライトグレーではあるんですけど、黒だといかにもガジェット感が出るんで、白だとカジュアルな感じになって良さそうです。大きさは初代より新型の方がちょっと小さくなっています。ヘッドストラップはしっかりしたゴム製の素材からオキュラス GO みたいなゴム紐になってます。これ結構装着しやすくて良かったのに、少し質素になった感じはあるんですけど、置いた時のスペースの幅が小さくなるという利点もあるんで、まあ、一長一短かなと思います。まあ、ただオプションでストラップを交換してフィット感が良くなる E ライトストラップも販売されています。他にもバッテリー付きのストラップがあったり、遮光ブロッカーも別売りで売ってあるんで、さらなる没入をしたい方は購入するといいと思います。重さは 571g から 503g で 10% を軽量化しています。軽量化の一部はバッテリーを小さくしたことによるものらしいです。初代より 18% 小型化して 29% 軽量化しているようです。解像度は初代は 1600×1440 だったんですけど、新型では 1832×1920 となりました。 1.5 倍も良くなってます。ディスプレイは初代では有機 EL を採用していたんで発色が綺麗だったんですけど、新型では液晶ディスプレイに変更されています。ちょっと気になる点ではあるんですけど、実機の体験談とか見てるとそんなに問題ではなさそうです。リフレッシュレートは初代でも新型でも 72Hz なんですけど、今後は 90Hz にも対応していくようです。ほとんどのゲームを現時点では 72Hz なんで、アップデートに合わせてゲームも対応していくようです。コントローラーはグリップの部分が初代より少し太くなって持ちやすくなったようです。電池持ちは大幅に改善されていて、電池1本で4倍長持ちするようになったみたいです。レンズ間の距離はこういう風に無段階に
調節できていたんですけど、新型では3段階の調節になっているようです。ただ Facebook の見解ではこの3種類でほとんどの人に対応できるようです。日本人男性の平均距離は 64mm と女性は 61mm なんで大丈夫そうです。ヘッドホン端子は初代では2つあったんですけど、1つに削減されているようです。ではここからは内部のソフト面になります。メモリは 4GB から 6GB にアップされています。ここが一番の目玉だと思うんですけど、プロセッサーがスナップドラゴンの835からスナップドラゴンの XR2 に変更されています。どのぐらい差があるかというと、 CPU と GPU のパフォーマンスがそれぞれ2倍になっています。この点をもう少し掘り下げて説明します。2倍のパワーになったということでどうなるかというと、分かりやすく同じ処理をするための消費電力が半分になるか、2倍の複雑の処理が可能になるかのどちらかになるとします。複雑な処理というのはボリュームのあるスカイリブのようなゲームをプレイできるようにしたり、映像をスムーズに描画したりすることです。新型は 1.5 倍の解像のディスプレイを搭載していることと、リフレッシュレートが 1.25 倍になることを考えると、その処理で増えた分のパワーをほとんど使い切ってしまうことになります。つまりどういうことかというと、新型が発売されたらもっと高パフォーマンスなゲームが増えてプレイできるようになるというよりかは、バッテリーの持ちを減らさずにより綺麗な映像を見せることに重点を置いていると考えられます。そのおかげで新型のバッテリーの持ちはゲームで約2時間と動画で約3時間とほぼ初代と同じになっています。オキュラスリンクは引き続き使えるんで、ボリュームのあるゲームはオキュラスリンクで実現しましょう。ハンドトラッキングも同じく搭載されています。オキュラスリンクとハンドトラッキングの詳細は過去に動画を上げているんで、そちらをご覧ください。まとめると、 VR の体験に最重要な画質を向上させていること、妥協できる外見やストラップのコストを下げていること、結果値段が安くなっていること、これらを総合すると、既存の VR ユーザーとかゲーマー向けというよりかは新規の VR ユーザーを獲得してきているなという印象があります。なのでオキュラスクエスト2はこれから VR を始めようとする人とか、シックスドフの VR ヘッドセットを持ってない人は間違いなく買いだと思います。オキュラスリフトとか他のメーカーのヘッドセットとか、どちらがいいですかっていう質問がたまに来るんですけど、他のヘッドセットでやりたいことがあるとかがない限りは、迷わずオキュラスクエスト2を購入することをお勧めします。初代含めて今までのヘッドセットは価格が5万円とちょっと高かったり、シックスドフではないとかもあって、 VR に興味ない人にはお勧めしにくい部分もあったんですけど、これは VR の初心者にもおすすめできる、言ってしまえば家庭用ゲーム機と同じ位置づけでおすすめできるものです。店頭でオキュラスクエスト2と PS5 とかスイッチが並んでいたら値段がほぼ変わらないので、オキュラスクエスト2を選ぶ人も出てくると思います。一方で初代のオキュラスクエストを持っている人とか、他のヘッドセットをすでに使っている人におすすめできるかというと、ちょっと微妙です。新型でゲームの体験の質はアップするにはアップすると思うんですけど、劇的な変化は見られないと思います。装着感とかも好みが分かれる可能性があるんで、買い替えは予算次第と言えると思います。一つの案としては、初代を売ってその資金で新型を買うというのはありだと思います。ただ新型が発表されて初代の中古価格がかなり下がっているというのが難点です。ちょっとデータを見ていくんですけど、自分はこういう節約術みたいなのが得意で、これは初代オキュラスクエストの Amazon の価格推移です。上のグラフの黒い線が価格で、下のグラフが出品者数です。9月上旬までは7万ぐらいだったのが、9月14日に出品者が一気に増えて価格と反比例していって、今では3万5000円ぐらいになっています。一気に半額ですよ。売っとけばよかったなと思いますね。ただこのグラフの感じで今でも売れ続けている感じではあります。価格と出品者の増減が一定になってきてるんで、今ぐらいの価格で落ち着きそうかなとは思います。なので、責任は持てないんですけど、新型の値段を考えても初代はいつ売っても大幅に値下がりすることはないと思います。それでオキュラスクエスト一番おすすめしたい人がいます。それは VR デバイスを AV を見るのに使っている人です。自分はここだけの話、 AV を見るときは初代のオキュラスクエストではなくて Vive Pro を使ってるんですね。どんなカミングアウトだって感じなんですけど、オキュラスクエストと Vive Pro じゃまるで違うんですよ。何が違うかって、出る量なんですよね。というのは冗談で、本当なんだけどね、映像が綺麗だからなんですよ。実は初代のオキュラスクエストと Vive Pro は解像度が 1440×1600 で同じなんですよ。けどグラフィック性能が違うんで、映像の綺麗さ、つまり女優さんがリアルに見えるかどうか、美しさが変わってくるってことなんですよ。
実際新型を使ってみないとわからないところではあるんですけど、初代と新型ではグラフィック性能が2倍と解像度が 1.5 倍あるんで、よりリアルな体験ができること間違いなしですよ。そこは実機を手に入れたらすぐにレビューしますんで、ちゃんと履いてお待ちください。何はともあれ、オキュラスクエスト2の発表を見て感じたことは、2016年に VR 元年と言われてましたが、これマジだったんじゃないかなと思いますね。毎回新しい機種が出るたびに VR 来るぞ来るぞって言われてますけど、まだ認知度は低くてニッチな領域だと思うんですね。けど重要なのは、 VR デバイスは確実に進歩しているということなんですよ。初代オキュラスクエストは Facebook が超本気出して、たまたまいいデバイスが出来上がっただけと思った節があるんですけど、今回のオキュラスクエスト2の発表で確実に、しかもかなりのスピードで VR 技術が進歩しているということが証明されたと思います。ここからは一気に VR 業界が伸びるというよりかは、じわじわ伸びていって、 VR 業界が成熟するんではないかと思っています。ということで、これで終わりなんですけど、もし解説が良かったなとか分かりやすかったなと思ったら、チャンネル登録高評価もお願いします。それではまた。